こんにちは、あ、こんばんは。どうも、おやっとさーです。こんばんは。今日はですね、6月の17日木曜日です。はい、木曜日。今日で時間はですね、9時前です。はい、で今から帰るところですよ。どうも。はい、今週も仕事してます。はい、はい、だおいで。何を語ったっけ。何か語らなら思っちゃったけど、あ、引き忘れたもん。残って、引き忘れたね。はい、まあ、こて行けるか。ああ、行けんかったね。これはちょっと止まらんといかんな。はい、いつもはね、あそこをね、綺麗に出ればここを通れるんですよ。スタートってもあそこまで、虎ノ門まで行けるんですけどね、ここで一回止まったらもうダメね。まあしょうがない。はい、安全運転で行きましょうか。帰りましょう。最近はですね、調子がいいです。体の調子もいいし、あとまあ仕事はボッボですね。はい。天気はですね、今日は良かったね。雨も降らんで良か天気だった。あ、こっちは雨が降ったんだ。東京はですね。降ったりやんだりしたんでしょうね。中にいたらあんま分からんですね。はい、そういうことで、でこの間あっちから帰ってきた時にですよ、あれよ、ウイルスの、予防のために薬を飲んでますって言って飲んだんですけど、まあそれから家に帰ってきてからですね、また飲んだんですよ。3ミリグラムを4錠飲んだのかな。ですね、これどうもないですね。やっぱ処方箋、処方されてる時のいろんな薬、何だっけ、ああ引き当てたもん、なんかそういうのを飲んじゃ見ればですよ、ものすごくこう怖いイメージが、薬に対して怖いイメージがあるんだけど、まあそれはあんまりないですね、それは。はい、であれ、前飲んだのはイベルメクチンっていうのを飲んだんですけど、で一回最初に買ったやつも飲み終わったから、もう一回買おうと思ってですね、頼んだんですよ、個人輸入で。でイベルメクチン と、ヒドロキシクロロキンっていうやつを、トランプ大統領がなんか飲んだやつはヒドロキシクロロキンっていうのを、抗マラリア剤ですかね、あれを飲んだっていうことをネットで見たもんだから、でイベルメクチンよりですね、クロロキンの方がまあ錠数的にも多いし、安いんですよ。4000円ぐらいだったかな、150錠で。ケネズ出世飲まなくから、まあそういうふうにすっかちって、一応まあまだ来ないんですけどね、届いたらちょっとまた予防のために、まあ最初飲んで、はい、復員してやってみますね。で日本は本当にさ、そういうあれがないですよね。なんも危険だとかさ、そういうのは一生懸命なんかネットとかあれで言ってるけど、実際自分飲んでもどうもない。
分からんのですよね。熱も出らんければ下痢もないし吐き気もない、ないしさ、どこがどういうふうに体に副作用が 出るのか訳が分からんですよ。体が強いんですかね。そうかもしれんですね。まあ持病も持ってないからですね。血圧とかさ、あと血糖値とかね、みんな糖尿とかですよ、そういうの自分は持ってないんですよ。持病を持ってないからちょっとそのあれが効果とか副作用が分からんのですけど、まあ持っててもどうなんですかね、ちょっと分からんですよね、そういうところは。はい、だからもうちょっと経過を見てみますね。今のところはどうもないです。はい、元気ピンピンしてますよ。熱も出らんし吐き気もないし、そういう副作用があるっつって書いてあったけど、あと錠数、決められた錠数を飲んでくださいとか書いてあって、自分は最初間違ったんですよね。 3mg を 4錠の真ん中以下のところをさ、 3mg を6錠飲んだんですよ。体重かな、体重のあれでいくのかな、間違ったんですよね。まあそれでもどうもなかったですかね。どうもないのかもしれんですね。つってもさ、聞いた子も話も聞いた子の中じゃ何言っちゃったろかいち思いますよね。Google とかね、あれで調べてみてください。イベルメクチンっていう薬と、あとヒドロキシクロロキンっていう薬をちょっとググってみてください。ただ結構ですね、あれにネットとか、Google とかですね、出てますから、と効能とかですよ、そういうのも見てみたらいいですね。で今までそうなんちゅうかね、結構ねいろいろありますよ。言われてるのは、まあ、聞かないとかね、聞くか聞かんか分からんですよね、これもね。自分も飲んでさ、まあ、今んとこどうもないですからね。元気ピンピンしてますよ。元気ピンピン、ちょっとビンタが悪いばっかりね。ビンタがちょっと歯具合じゃっからね。あとはいいですよ、最高に。はい、そういうことでですね、いいですね。ここはですね、今ちょうどなかっただろうか、事故かなかっただろうか、どっち、まっすぐ行くね、まっすぐ行ったよね、まっすぐ行きましたよ、救急車が。さんとしてますね。人はおらんよ。いつもならさ、9時10時とかさ、11時ぐらいこの辺りわんわん人が多いのに、ラーメン屋も閉まっちょ。
ここはですね、築地2丁目です。この信号が今信号があるでしょう。これから後ろは2丁目、3丁目になる。はい、でここから築地1丁目になるわけですね。はい、でそこ右手がね、左手があの中央区役所、築地1丁目になるんですよ。で、この橋を渡ったところが今度は新富町中になるわけね。新富三丁目か。そうですね。はい。公共中心にすればですね、あの海に向かって縦長に 1,2,3,4,5,6 ってなるんですよね。公共中心にすればですね。この辺り少ないよ、税務署も、ね、ということで、じゃあね、またね、バイキン、じゃあね、またね。